厚み間青いは、馬の鈴草果間青い族の常緑の多年層。葉は卵形、または楕円形で、長さ6から11センチメートル、幅5から9センチメートルになり、先端は幾分とがあり、基部は心形になる。葉質が厚く、葉脈に沿って強く凹み、葉の表面は暗緑色で光沢があり、端毛が生え、雲紋状のブチが入り、天井のブチが入る。 里面は無毛。夏季は2から3月。花に花びらはなく、学列片が花弁状になる。花は普通暗子色。学頭は筒形で、筒上部はくびれず、長さ6から7ミリメートル、計10ミリメートルほどになり、喉部に口感がある。学頭内壁には格子状に隆起したひだがあり、縦ひだは9から12列、横ひだは3から4列ある。学列片は、 卵状三角形で、長さは、角頭と、ほぼ同長かやや短く、平らかいするか、やや後方に反り返る。学列片の表面には、短毛が密生する。湯水は12個ある。下中は6個あって直立し、角頭から突出しない。先端突起は、短い角状になる。葉や花の形は、カン缶オおニッポニコムによく似るが、本種は、破室に、 厚みがあり、葉脈が深く落ち込み、下記が早春であることに違いがある。日本固有種。本州の紀伊半島の三重県及び和歌山県の南部に分布し、低山地や山地の紅葉樹林の臨床に生育する。なお、山陰青葵と呼ばれる方が北陸地方の富山県から山陰地方の鳥取県にかけて分布しており、それを本州に含めると、本州の分布域は、 近畿地方の南部、北部、北陸地方と山陰地方の一部となる。和名、厚み感葵は、葉の質が、厚いという意味で付けられたもので、前川文夫が、新種記載の際に、和名を、厚み感葵とした。種商名、リジェソンズは、やや硬直なの意味。鈴鹿感葵、アサラムリジェソンズ F、メイク、バリエーション、ブラキーポディアン T 種語、厚み感葵を、 基本種とする編種で、派出は、やや厚いが洋脈に沿った凹みは、基本種ほど顕著ではない。花の学列辺の長さは、学頭より、はるかに長くなり、超三角形になる。学頭内壁の格子状に隆起したひだは、縦ひだが10列、横ひだが3列ある。分布域は、静岡県中部伊勢から、愛知県、岐阜県、三重県の鈴鹿山無役周辺となる。 編集名ブラキーポディアンはタンガラのタンク機能の意味、ありがとうございます。